プラブリッツ秋田の前山恭平です。今回新型コロナウイルス対策に尽力されている医療従事者の皆さん、またサポートされている皆さん、本当にありがとうございます。医療従事者の皆さんがいなければ僕たちの日常は戻ってきません。そこで感謝の気持ちを微力ながら拍手という形で送らせていただきます。皆さんも一緒に午後8時に激励の拍手を送りましょう。